ここはメスのローランドゴリラ。世界で初めて手話を使い人間との会話に成功したゴリラであるとされる。身長175センチメートル。体重127キログラム。本名の花火子は花火子と書き、これはここの誕生日のアメリカ独立記念日に上がる花火からついた名前である。生後3ヶ月で病気にかかっているときに、 発達心理学の研究者のフランシーヌ・パターソンと出会い、手話を教わった。2012年の時点で使うことのできる手話は2000語以上になり、嘘やジョークを言うこともあった。ここについてのエピソードについて、特に有名なものとして、ボールという名の子猫との話がある。飼育係のパターソンがここに絵本を読み聞かせていたところ、ここは絵本に出てきた猫を気に入り、 誕生日プレゼントに猫をおねだりした。そこでおもちゃの猫を与えたが、ここが気に入ることはなかった。そこでゴリラが別の動物をペットとして飼育することができるのかの実験も兼ね、本物の生きた子猫を与えることとなった。3匹の子猫が候補となり、ここはその中の自分と同じように尻尾のない1匹を選び、ボールと名付け、2匹の生活が始まった。 当初飼育員たちは、ここがボールを殺してしまうことを危惧していたが、ここは、ボールの体を舐めたり、抱きかかえたりして、愛情を注いで、ボールのことを育てていた。しかしある日、ボールは車に轢かれて死んでしまう。飼育係のパターソンがそのことを手話で、ここに伝えたところ、ここは、少しの沈黙の後に、話したくないと答えた。続けて彼女は、手話で、ボールへの愛情や、 悲哀の言葉を繰り返し、大きな声で泣き続けた。この時の様子は映像としても残っており、ここの悲しむ様子もはっきりと確認できる。同時に彼女は死の概念も理解しており、手話でゴリラはいつ死ぬのかと問われると、念を取り病気でと回答し、その時何を感じるのかという質問には眠るとだけ答えた。そして、死んだゴリラは、 どこへ行くのかと聞くと、苦痛のない穴に、さようならと答えた。ペットの猫は、その後リップスリップスティック、スモーキー、タイガーと代替わりをしながら、仲良く一緒に暮らしていた。2018年6月19日に46歳で、死んだ。心理学者マーク・サイデンバーグによると、ここが手話を話せるかについて、パターソン博士らが独自に行った研究で、 一般的な研究方法や査読をされた論文では報告がされていない。ここが使用していた手話は一般的なアメリカ手話ではなく、ここが作り出したゴリラ手話というもので、ここの会話を読み解けるのはパターソン博士と数人だけだった。恣意的な読み解きをしていたのではないかという批判がある。一般人と会話をするイベントも開催されていたが、 すべてパターソン博士が翻訳として入っている。さらに、会話が通じなかった場合に、嘘やジョークとして処理されていたのではないかとも言われている。TV 番組で放送されたここが、猫の死で悲しむ映像は、違う場所で撮影された、いくつかの映像を組み合わせたもので、ナレーションによって一連の映像のように、編集されている。ありがとうございます。